はいどうも皆さんこんにちは、ゆうすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで、スケモンクラフト2始動します。久々のマインクラフトか。なんでまたこのタイミングでマインクラフトを。最新バニラ、やばいことになってるらしいじゃないですか。もうこのタイトル画面から見たことないバイオームがあるからな。あれでしょ、ネガーとかが結構変わっているんじゃなかったっけ。ネガーアップデート的なやつだよね。なんだかんだでマイクラは結構打ち切りになってしまっているから、このシリーズは頑張っていきたいところ。とか言ってまたパート10くらいで終わる説。そうなったら悲しいんですけど。どれだけ続く神物ですね。だからこのシリーズはぷよぷよやテトリスシリーズと比べて動画時間短めで作ります。少しでも長続きするためにってことな。さて、ワールド名はスケモンクラフト2でいきます。いいの、それでいいね。なんで、無難でいいじゃねえかよ。ワールド名を決めるくだり、こんなもんでいいね。いやお前やめろよそういうの。変わっちまったなこのチャンネルも。こういうところでボケないとは。満身ですよこれは。もうみんな YouTube でやり尽くしているから、今更やったところでどうなんって感じ。逆に言えば基本ってことですよこれは。はいはい、もうこのくだり終わりましょ。ってことでどんなワールドに出ますかねこれ。初期スポーン地点大事だからな。マジで孤島みたいなところに出ることあるからな。そしてパソコンが重くなっている。 PC ゲーすることないから大丈夫かな。どうですかね、見た感じは普通のところっぽいけどね。今のところ、展開が普通すぎて面白くないです。ちょっとはっきり言いすぎじゃないか。あ、ボーナステストはオンにしたんだな。難易度ハードだからそれくらいはいいじゃん。中身は、おっ、いいですね。初期ツールは入っていると。木のツルハシの作成は省けたね。あとはダークオークの原木と松の原木とかがあるけどそこまで希少じゃないからな。個人的にアプデで追加されたアイテムとか入っていたら激アツだったんだけどね。さて、まずは何をするんだ。とりあえず石ツールの確保じゃないですか。マイクラといえばまずはそこから。スケモンクラフトにはついに石器時代に突入したいと思います。ついにっていうほどやってないと思うけどな。そんで石を集め終わったら食料とか確保したいですよね。今後の流れはどういう感じ。その後に洞窟探検行って資源集まったら家でも作ればいいんじゃないかな。前回のシリーズと同じような流れだな。早くアプデ要素とか見たいんですけどね。マインクラフトに関しては情報を全く仕入れていないので初見要素多いと思うんだよな。まあとりあえず目標はネザーだよな。そういうことになりますよね。とりあえず掘った穴を使って仮拠点作ってみました。凍結から始まるスケモンクラフトに。前作のタケモッドのやつはホラーな生活なかったよね。割と早い段階で拠点が完成していたからな。あ、あと近くに石炭がありました。これはかなり美味しいな。え、食べるの石炭。素材として美味しいと言ったんだ。序盤に石炭があれば木炭を作る手間が省けるからね。食料探しとは言ったものの、言うほど木材も持っていなかったのでワンストックくらい集めておきますか。そうだな、素材としてワンストックくらいあるとちょうどいいからな。ジャバ版もしっかり泳げるんですね。楽しいなこれ。あ、今回ジャバ版でやっているんだ。統合版でも良かったんですけどね。でも僕の中でマイクラといえばやっぱりジャバ版の印象が強いんですよね。今って統合版がメジャーになってきているところあるからな。有名どころの人たちが統合版やっているからね。まあぶっちゃけるとそこまで差はないとは思うんですけど。その辺の違いはわからないよね。まあいいですよ、もう始めちゃったんで。でもマインクラフトってすごいですよね。流行からだいぶ時期が経ったのに、人気実況者の半分くらいは未だにマイクラ実況者ですよ。やっぱり自由度が高いからな。何でもできるっていう意味ではゲーム実況にかなり向いているゲームだとは言える。ここまでマイクラが生き残るとは思わなかったな。さすがのユスケさんも予想はできなかったと。いやブームなんてとっくに終わってると思ったし。ブーム自体は終わっているんじゃないか。ブームは終わっているけど根強いファンが一定数いるからか。この時期にバニラ実況始めるのどうなんですかね。このマイクラ実況始める前にアンケート取ったんですけど、投票数が1000くらいあってなんだかんだでマイクラ待っている人はこのチャンネルにもそこそこいるんじゃないかと思っているんですよね。何度も言うようだけどこのチャンネルマイクラ実況が初投稿だからな。アンニだっけ。そうそう、マイクラのサーバーのゲームなんだけど、アンニは一時期 YouTube でもかなり流行ったよな。もう今はマイクラのサーバーとか行きませんけどね。アンニの最速とか多いですけどもうやらないと思うので控えていただけると嬉しい。なるほど、とりあえず62個集まりましたね。64個じゃないのでワンストックじゃない。やり直しです。厳しすぎないかお前。あれ、羊毛も集めたのか。そこに羊がいたのでついでに確保しておきました。これで夜に敵に襲われる心配はなくなりましたね。なんか順調すぎない。この辺は慣れているからですよきっと。一応歴で言うとどれくらいなんだっけか。初めてマイクラを触ってから7年経ったな。もう序盤の立ち回りは余裕っすよ。それらがフラグにならなければいいが、もうちょっと石炭とか鉄とかの資源が欲しいですね。洞窟探検に行く前に鉄ツルハシくらいは作っておきたいよね。お、なんだこれは。何をやっているんだ。軽いブランチマイニングしたら謎の空洞に出た。これは浅い洞窟っぽい気がするね。そんな深くもなさそうだよな。すぐそこが地上だし。とりあえずそこの石炭だけは回収したいね。あ、でもこっちには鉄鉱石がありますね。ツルハシ分の鉄はありそうだな。うお、剣を持っているゾンビが来た。攻撃力高いから気をつけないと。防具も着てないからね。ダメージが貫通するから気をつけよ。お、モンスターハンターの称号を手に入れたぞ。アイスボーン。そっちのモンハンではないですね。めっちゃ石炭ありますけど。石炭はたくさん固まっているからな。
こんだけあれば松明の分とかは余裕で足りそうだなぁ。洞窟探検も次のパートでいけそうだよね。鉄防具とかは途中で作る感じで行きましょう。あとはどこの洞窟行くかってところだが、さっきの空洞も大したことなさそうだったからな。そこそこ資源のある洞窟をできれば引きたいけど、見かけ倒しな洞窟はマインクラフトにありがちだからな。期待を裏切ってくるからなこのゲームは。って、なんかあるぞこの下。空洞の下にまた大きな空洞。なんか開けているんだけど、これってもしやあれじゃね。地下渓谷っぽいな。で、出た、地下渓谷。あれ、前シリーズと展開似てません。ちょっと思ったわ、前回も地下渓谷見つけてそこ探検した記憶がある。なんだ、デジャブなのかこれは。いやー、地下渓谷って結構あるもんですね。とりあえず今は一旦戻りましょうか、食料を集めたいと思うので。そうだな、洞窟探検に行くには食料も欲しいところ。さて、周囲探索も兼ねて狩りに行きましょう。一番いいのは村とかが周りにあってそこで農作物をいただくっていう展開。つまり泥棒作戦というわけですね。ちょっとネーミングが悪くないっすか。村なんかあるのかこれは。マイクラの引きはいいですからね。基本的に牛はあの辺にたくさんいるな。でもあの牛は拠点から近いからまだ倒さないでおこうかな。あ、家畜にするってことか。そうそう、あんまり遠いところから連れてくるのは嫌だしね。ってことはもう初期スポーン地点に本拠点も作っちゃう感じ。いいんじゃないそれで、この辺の地形そこまで悪くないし。まあ仮に拡張するってなっても開拓しやすそうな地形にはなってるな。羊もたくさんいますね。まあベッドの分買ったので今はいいかな。この調子で食料集まるのか。次牛の群れがいたらそれを倒しますよ。群れを倒せば20個くらいは肉が手に入るでしょ。なんか今右側に建築物なかった。え、もしかして村あった？いや、あれは村じゃなさそうだな。え、これなんだろう。もしかして新要素来ました。これ本当に知らないな。ちょっと怖いんだけど、なんかトラップとか発動して敵出てこない。石レンザ、ネザーラック、あの黒いブロックは黒曜石か。しかも金ブロックもあるしね。これは怪しすぎるでしょ。ネザーゲートの跡みたいなことなのかな。あ、そう言われてみれば確かにそうっぽいね。これはお前めっちゃ警戒してるじゃん。いやだってさ、見たことないものに近づく怖さ半端ないですよこれ。チェストあるじゃん、お宝だ。わかった、あれこそトラップチェストなんじゃないか。とりあえず近づかないと何も始まらないぞ。トラップか、なんか起こるか。全く変化なくて草。何もないじゃん、警戒して損してるよ。中身は金リンゴ、ファイヤーチャージ。これといったお宝はなかったな。え、これ一体なんだろう。わかる方はコメントにて教えてください。何も気概ないんだったらこれを有効活用する意味でも、ネザーゲートここに作っちゃうってもありだよね。黒曜石があるからな。やっと牛の群れ見つけました。思ったより少ないけど足りる。まあ一回の洞窟探検分にはなるでしょ。今回これで足りなかったら次からはパンとかにすればいいんじゃね。じゃあ農業とかも視野に入れていかないとな。っていうか一番いいのはポテトをゲットすることですよね。食料で一番効率が良い食べ物。でも新しい食べ物とか追加されていたりして、ありそうだよな。アイテムのアップでもなんだかんだ入ってそうだし。まあ今は知識が全然ないのステーキ生活ですけど。はい、というわけでこれから洞窟探検に行きます。準備が整ったのね。やはり先ほどの地下渓谷を攻略せずにはいられないでしょ。あそこは底なし沼感あったな。で入ってみようと言いたいところですが、ここでお別れの時間が来てしまいました。悲しいですねー。え、こんな教育テレビみたいな終わり方してたっけ。ちょっと締め方がわからなくなってしまった。はいはい、じゃあ終わります。いやめちゃくちゃ雑。